ゲートクラッシュ。それじゃあね、今日もフォールガイズやっていきましょう。で、僕のですね、今までのフォールガイズの動画はプレステ4版だったんですけど、今回からパソコン版にね、変更しました。その理由はね、チーターに会いたい、ただそれだけ。いろんな動画でチーターがね、いると思うんですけど、僕もね、生で見たいんですよ、チーター。いけない。雨邪魔だな。これ雨だって。これみんな知ってた？これ雨なんですよ。僕最近知って、なんかね、知り合いから教えてもらったんですけど、これ雨だよみたいな。いや待って、これどう見てもね、おはじきにしか見えないんですけど、僕これね、おはじきってずっと思ってたんですけど。よし、うわ、え、奥にあったっけ、おはじきみたいなの。これは真ん中だね。いや、これ真ん中だよ、みんな。オッケー、よし、ゴールしよう。第1回戦クリア。何やってんの、あの人。めっちゃいい人じゃん。あ、最初から結構いなくなってる。38人か、残り。いや、いけるいける。スライムクライブ、これね、苦手な人結構多いですよね。僕は好きだけどな、このコース。それでは最初に行き、うわ、一番後ろか。これ一番前だったらね、結構ショートカットっていうのがね、使えるんですけど、まあ一番後ろだったら、こう、ほら見て、みんな使ってるでしょ。ああいう時にね、行かない方がいいんですよ、あんまりショートカット。結構ね、それでぐちゃぐちゃになったって落ちちゃうからね。いや待って、危ない。いや、一人で何やってんの。ちょっと待ってね、まずいな。いや、一応これでクリアできれば問題ないんですよね。あれ、スライム早くない、今の。え、一気に上がってきたね。え、徐々にじゃないの、急にさ、上がってきたんだけど。また来ましたね、ゲートクラッシュ。お、一番前じゃん。いいポジ、いいポジいるよ、ビオキング。よし、行くか。そしてこれは右だね、これ絶対右がいいよ。よし、いや待って、あんまジャンプしたらダメだな。これは渡っていく。そして次は真ん中、ここ、ここに行こう。よし、 OK。最初はまあね、全然1位を取る必要はないんですよ。最初っていうか、まあ、全然1位を取る必要はないんですけどね、最後だけきっちり1位を取ればいいだけの話。まあ、このゲームはそういうゲームなの。よし、オッケー。で、これはどうしよう。いや、真ん中っぽいね、これ。真ん中行こうか。いや待って、まずい。一番右行こう。ちょっと今そのために止まりました。オッケー、ゴール。ロール。僕ね、ここで最高の攻略法を見つけたんですよ。まあ独自のですけどね。それは何なのかっていうと、この青と紫あるじゃん。この青と紫のところだけで、ね、交互にこうやって行き続ければ大体ね、簡単にゴールじゃない、クリアできるんですよね。うわ待って、危ない。やめて、そういう持つのやめて、持つのマジでやめて。よし、誰今持ったの、マジで危ないから。あんまりね、こう真ん中とかね、行き過ぎちゃうと、なんていうの、うわ、いい、危な、危ない危ない危ない。あんまりね、真ん中とかいろんなとこね、行き過ぎちゃうとね、落ちる可能性どんどん高くなるから、まあ、一応このね、隣同士だけで全然クリアできます、このコースは。ね、こうやってどんどんね、隣ずつ行ければいいだけの話なんですよね。よし、それじゃあここも渡っていくか。あと1人か、あと1人誰か落ちればこのコースはクリアできます。意外と1人落ちないね。早く誰か落ちてくれ、頼むから。持つのとかはやめような、みんな。パイナップル来ました、エッグスクランブル来ました、エッグスクランブル。青頑張ろうな、青みんな頑張ろうな。ここは、いや、金を速攻取っていこう、金取っていこう。いや、いいよ、ちょっと待って、その金、いや待って、行こう行こう行こう。よし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 、いいね、金1個手に入れました。5点入るでしょ。で、僕もこれきっちり1点入れていくよ。そして次は金ないな。よし、この卵を持っていきます。いや、青ね、いいよ、青いい、青いい、今トップですね。これは2位か3位、違う、1位か2位にとりあえずなっておけば問題ないからね、1位をね、取る必要もないんですよ。とりあえず最下位にね、ならなかったらいいだけだからね。どんどん邪魔をしてやろう。いや待って待って、あ、青が邪魔されてる、助けてあげよう。いや、やばい、赤が一番ピンチか。っていうことはね、これは黄色と争うわけじゃないで、赤をどんどん邪魔してやれば結構ね、クリアできるんですよね。よし、これ入れていこう。いや、黄色はいいよ、黄色別にいいんですよ。赤さえ邪魔できれば僕ね、このコースはクリアできると思ってます。よし、くちゃ、これ入れていこうか。
赤めっちゃこっちいる赤めっちゃ陣地いるな、こっちの頼むからやめてくれ。いやそうだよね、赤結構必死にならなきゃ負けるもんね。赤0点、いや2点か、さっき0点だったよね。まああと30秒でこの点差がひっくり返ることは多分ないと思うけど、赤黄色いこう、赤青ばっか言ってないで黄色いこう。待って花が飛んできたんだけど、これいこう、赤一人これ。諦めてないねえ、一人今諦めてなかったこの子。いや待って、いい、渡さねえよ、渡さねえから。よし、オッケー。今見た、今うまくない、今ドリブルだったら今ねロナウジーニョになっちゃったよ。いやこれいいよ、黄色は別に、赤さえ我慢できればいい。まあこのホットドッグ、辛そうなホットドッグ、もう諦めてる。もう諦めてる。ここでおそらくチーム戦が来ると思うんですよ。次に2チームに分かれてんで、勝った方が決勝みたいな。違う、ここでブロックパーティーか。これあんまりね落ちる要素なくない？結構僕これ得意なんですよね、得意なような気がするんですよ。あ、15人落ちたらって書いてる。え、これ決勝戦じゃん。いやー、つい。これ勝とう、これぜひ勝とう。これ真ん中のね、このちょい前ぐらいがいいんだよね。これここで右行く、右、いやちょっと待って、右行かして。いや邪魔だな。でこれ左行こっか、これどんどん速くなるでしょうきっと、この壁。よし、で真ん中、結構なんか早いな。決勝だけあってこの壁が出てくるスピードめっちゃ速いよね。で次左、よし、で次右、オッケーオッケー。いや待って、邪魔だから。よし、次左、今全然落ちてないね、誰も落ちてないね。この先頭のニワトリ、いいポジいるね、いいポジいるよ。オッケー、ポジションもらったぜ。今一人脱落か。でも僕はここではまだ脱落しませんよ。よし、オッケー。いや待って、こけた。なるほど、これに当たったらこけるのね。よし、それじゃね、下のブロックにも当たらないようにしていかなくちゃまずいね。よし、みんなにも当たったらこけるからマジで危ないんだよな。これは右ジャンプ、オッケー。いやまずい、これは。よし、で次ここ、危ねえ。危ない危ない危ない、危ないから、マジで危ない、やばいやばい。よし、で次右、オッケー。で次ここか、よし、オッケー。危ねえ、これみんなめっちゃ焦ってるね。大丈夫、僕はクリアできるかなここで。よし、で次左、誰かね、落ちないから。こんだけね人がいたらめっちゃやりにくいし怖いな。よし、左、オッケー。あ、ごめん、時間だった、これ決勝と思った、時間だね。これは勝ったんだからね、あんまり落ちる人いないよね。なんだそれ、うわ、ファイナル来た。これはぜひ勝ちたいね。これね、めっちゃ難しいんですよ。あ、でもいい位置いる、僕いい位置ますよ。これどっち行こうか、ここ、まずここ行こうか。よし、オッケー。で、よし、いや大丈夫大丈夫、オッケー。ここはゆっくりね、真ん中らへんをとりあえず壊しておいて、よし、でここらへんでちょっと耐久するか。大丈夫大丈夫、でこれはこっち行く、ここで耐久でもするか。いいね、よし、オッケー。まだ紫いるね、人が。今僕一番上なんじゃないかな。次はこの黄色行きたいね。よし、オッケー。で次こっち、いや次がいけないか、青に降りよう、潔く青に降りましょう。あ、待って、あ、ま、ミスった、ミスった、やばい、ボタンミスった。やばいな、うわ、ミスった、スタートボタン押しちゃったよ。いや慣れないコントローラーだからね。いやちょっとここ言い訳させて、マジで慣れないコントローラーなんですよこれね。今日初めて使うコントローラー、パソコン版用にちょっと買ってみたんですよね、コントローラーをね。そしたら意外と慣れないね。マジで慣れないコントローラーなもんだから。でもさ、結構いい線いってない？あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。